1万円以下でコスパ神2023年に泊まるべきホテル3選のパート2、どうも旅に生きるただのアラサー夫婦です。ってことで早速1つ目、シャトレーゼのアイスとケーキが好きなだけ食べられる、朝も夜もバイキングが最高な夢のようなホテルって知ってる？宿泊者は無料の室内プールで遊びまくれるし、疲れたらのんびり温泉に入れて、ワクワク。ショートステイプランなら1万円以下のここはシャトレーゼガトーキングダム。2つ目、京都観光にめっちゃ便利なホテル、お酒もジュースも好きなだけ飲めるし、チーズとかナッツとかのおやつも食べ放題なの。自由に遊べるボードゲームがたくさんあって、レトロ可愛いお風呂も入り放題のここは梅小路ホテル京都。3つ目、朝ごはんはいくら食べ放題でオリジナルの海鮮丼も作れるホテルってすごくない？スパみたいなおしゃれ温泉もあって、お風呂上がりにはアイスまであるのよ。しかも夜食のラーメンが無料サービスで、これこれ昔ながらの醤油味がいいんだよね。そんなここは温宿のの京都七条。一つ前の投稿に1万円以下コスパ神ホテルのパート1もあるから見てね。